名鉄も590系電車は、かつて名古屋鉄道に在籍していた路面電車車両。1957年に登場し、岐阜市内線、美濃町線などで2005年3月まで使用されていたものである。道路線廃止に伴い、土佐電気鉄道へ譲渡され、同社590型として2005年12月より運行を開始した。 1957年4月から同年11月にかけてもう591から595の5両が日本車両製造で申請された。基本的な設計は前年度に申請されたも580型に準じているが窓の上下寸法が拡大されたことや、側窓が窓枠の細い鉄製サッシとされたこと、客用扉が扉窓一致ゴム固定指示の構成扉とされたこと、 等により近代的な外観となった。1D4D4D1 D D D の窓配置や正面3枚窓はも五580型と変わりないが、運転台窓と行き先表示幕がいずれも大型化されたことで印象は異なる。車内はロングシート仕様で室内灯は蛍光灯を採用した。主要機器は制御方式が直接式とされた点はも五580型を踏襲しているが、 主電動機は、出力が 45kW に強化された、東洋電気製造製の TDK535 から、1アンペア型を1両あたり2機搭載し、台車は、住友金属工業製の一体、中高型ペデスタル式の FS78A 型を、装備する。終電装置はもう 580K584 で、使用されたパンタグラフを、全車とも採用した。 当初は岐阜市内線に投入されたが、もう591は1968年以降、美濃朝鮮で運用され、他の4両も1971年までに美濃朝鮮へ転属した。同時に全車を対象に、歯車比を4.5から3.05に変更し、専用機動線における高速運転に対応させている。また、正面行き先表示幕は、 登場の地ほどなく使用停止となり、以降は行き先表示板によって行き先表示を行っていた。その後、もう880系の増備に伴い、美野朝鮮系統の運用が新技夫発着を基本とするようになると、同系統への充当が不可能であった。本形式は徐々に第一線から退くこととなり、1981年以降も593から595は、 運用から外れて急車となった。1983年の美濃朝鮮末端区間のワンマン運転開始に伴い、も591.592に急車中であったも593を加えた産両がその対象となり、ワンマン運転関連機器の搭載をはじめとするワンマン化改造が施行された。その際、ワンマン化改造を施行されたた形式は伝承式の ワンマンカー表示器を正面倉下に取り付けていたのに、対し、本形式では使用停止中であった、正面行き先窓にワンマンカー表示を掲出した。なお、も九594.595については、同年3月14日付で廃車となり、2両とも他社へ譲渡されることなく解体処分された。その後は主に前日未の朝鮮末端の運用についていたが、百九十九年に、 同区間が廃止された後は、もっぱら鉄名町日野橋間の区間運用についていた。旧塗装に復元されたも593ローカル線のサービス工場の一環として、1999年にも592が、翌2000年にはも591がそれぞれ冷房化改造を施行された。冷房装置は三菱電機製 CU77A 型で、 冷房用電源である静止系インバータと共に屋上に搭載されている。冷房装置搭載に伴う車体補強と同時に標識等の角型に等か正面行き先表示幕の再設置が行われて正面から受ける印象に変化が生じている。なお、もう593は冷房化改造の対象から外れて、その後も非冷房仕様のまま使用された。 その後、美濃町線を含めた600ボルト区間の路線全線廃止が決定した2004年には、もう593が、かつて機動線区間用車両の標準塗装であった、クリーム色と緑色のツートンカラーに塗装変更され、優秀の美を飾った。そして2005年3月31日の美濃町線廃止に伴い、同日付で全車廃車となった。廃車後、 冷房車であるも591.59 59には、土佐電気鉄道へ譲渡され、も593は、台車と、主電動機のみが同車へ譲渡された。その後も593は、豊橋鉄道も3100系電車の、廃車発生品の台車と組み合わされて、旧美濃駅構内で、生体保存されているが、2011年3月9日に、 発生した美濃駅東側民家の火災に巻き込まれて炎症現在は修復が完了している。土佐電気鉄道590系592、窓改造後の592前述のようにも591.592の2両が土佐電気鉄道へ譲渡され、同社590系591.592となった。入線に際しては、 アルナ車両において以下の改造が施行されている。なお、車番がそのままとされたことから、名鉄車両独特のローマン自体による切り出し文字による車番表記が残され、車体塗装も名鉄時代のスカーレット一色塗りのままとされたこともあって、在籍車両の中では非常に目立つ存在となっている。二両とも三橋車庫に所属し、二千五年十二月十七日から、 桟橋線で運用が開始され、2006年からは、井野線、五面線でも運用されていたが、2019年現在は、もっぱら桟橋線で運用されている。2009年には、雨水の侵入による腐食を防止するため、自社桟橋工場において、正面窓をすべてエッジゴム固定、側窓上部をバス窓にする改造が施行された。これにより、印象が変化している。 2012年にもう592の車番が切り出し文字から他社と同様の塗装式に変わり、正面右上から左下腰部分に移った。これによりさらに印象が変化している。2014年10月1日付で、都佐電気鉄道が、高知県交通、都佐電ドリームサービスと経営統合し、新会社都佐電交通による運営に移行したのに、伴い、 土砂電気鉄道から土砂電交通に承継された。AB 端子電圧 600V 時定格出力 45kW、歯車比15、63イコール4.5、同系統は鏡より先は、鏡ヶ原線を走行するため、同系統に充当する車両は副電圧仕様であることが必須であったことによる。ワンマン運転関連機器は、 廃車となったも5 6 0百5 6 1から563より流用したものであった。現在200 2 0 0百2 2 1が装備している。旧美の駅保存会 HP のトップに写真が掲載されている。撤去された後は固定窓となっており、既存の側窓とは形状が異なる。土佐電気鉄道5 9 0系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。